再開です。再開しました。パート46です。パート46になります。あ、マークいねえや。どうしよう。することないぞ、本当に。まあ、17万倉庫の近くに来れば、まあ、マッドエンジェルスに会えるのかなと思ったけど、まあ、いないしな。ちょっと弱すぎるな、しかし自分が。シェンムーのプレイに関して言えば、こんな弱い葉月亮をお見せするのは、いかがなものかと思うところもなきにしもあらず、弱すぎる。どうすりゃいいんだろう。蹴りとかパンチとかにこだわりすぎなんかな、技を出そうと。ひたすらこう、パンチ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 とキッ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 みたいな感じで攻めした方がいいのかな。動きがなんか滑らかじゃないよね。ちょっと考えながらプレイ、その戦ってるね。敵の動きに合わせてこちらをかわしたら反撃する、投げるなどを一連の流れの中で組み込んで打っていかなくちゃやっぱ戦いにはならってないな。技を出すことにこだわったようなそんな戦い方はやっぱダメですね。ダメなんでしょうね。格闘家として失格かもしれん。ひたすら街を徘徊しているけれども、おそらく街っていうか港を徘徊している。マツコ、港を徘徊する。とりあえずなんか知らんか。なんかちょっと聞きたいことがあるんだ。マッドエンジェルスがどこにいるか知らないか。17番倉庫の方だぞ。 No Real やつらに No もし Sorry そうか。役に立たね。役に立たんですね。お、あ、違う。これは違うわ。7時になった合図だった。奴らを追えば私有網に繋がるかもしれないってことだろ。これ電話機ないかな。電話機っていうかな。公衆衛星、そう、公衆衛星ないかな。公衆衛星違う、公衆電話だな。公衆衛星ってなんだよ。おい、じいさん。すいません。なんじゃ。私有網について。マッドエンジェルスがよ奴らをお主どうしてもやっ知っているんなら会話飛ばさん方がいい。わかった。夜ここに来い。今夜だが。ここに奴らはいつも夜になるとこの辺に集まる。夜か。わかりました。ありがとうございます。あまり無茶はせんようにな。今ヒントだった。夜だが。ここ？え？まあちょっとうろついてみますけど、何もないと思うけど、せっかくなので賃貸人じゃねえわ、賃貸人に電話しておこう。俺の残してるメモ。0468かな。0468615647か。0462225508。08と。これでいいかな。もしもし、葉月ですが。はいはい、なんでしょう。原崎さんいますか。ゾンビならまだ帰ってきてないけど。ババア。そうですか。原崎を出せ。いえ、結構です。そうかい？本当にいいのかい？原崎のぞみを出してくれ。いえ。書き殴った方と、綺麗に書いてある方の文字がメモに並んでて、どっちかなと思って、まあ、綺麗に書いてある方だろうと思って、そっちが原崎の家の電話番号だった。二択だったんだ、二択。
戻して一つ戻して何をやったんじゃ。まああの2分の1で面白い方を引いたな。ゴーゴー。あ？違う違う違う、こいつがまたまた原杉がいるとやった。頭おかしい。0468の61の61の5647かな。原先に会いてえな、久しく会ってねえな。どうだ、もう8時か。もしもし、母なる地。お、我が友。我が友。九つの竜。父なる天。九つの竜。第八倉庫だ。賃貸人をお願いします。失礼ですが、そちらは。葉月です。葉月と言います。葉月と言います。お待ちください。葉月か。ああ、聞きたいことがある。賃貸人と会わせてくれ。親父は今はいない。ならお前でもいい。話があるんだ。いいのか。ガチャ間に合うかな、時間的に。もしかしたらバイカーに襲われるかもしれんけど。ここだろ、食堂の前。ここ夜だけどな、何もないな。ん、じいさん嘘ついてね。すいません、マッドエンジェルスの夜になると。そうですか。あの、詰まってないんだが。夜、わかりました。やっぱ保険かけててよかったな。保険をかけててよかった。これで賃貸人に行って何もなかったらもう帰るから。さっと帰るから。あ、君。あ？すいません。電話かけたって賃貸人。賃貸人に会いたいんですが。連絡行ってんだろ？葉月と言います。あ、それなら伺っています。はい、何回も何回も通ってるから覚えて、ちゃんと。むしろもう通過の中で行けるようにしてくれ。行かにゃいけんのだったっけ、そこまで。行かにゃいけんかった。迷うから、どこだったっけ、どこだったっけ。ここか。毎回適当に撮るな。ガチャリ。とりあえずシユーモンとマッドエンジェルスの関係について話が進んだので、この辺でなんか話膨らまない？いないんだが、誰も。あの、なんだこんなところで。記者、記者、マッドエンジェルスの奴らが。もうやめておけ。何？これ以上。あ、しかし奴らはお前が思っている以上に大きな組織だ。へ、下手に関われば本当に命を落とすことになるぞ。だが、まあ、命を落としかけたからな、さっき。まあいい、俺は忠告したからな。え、それだけ？マッドエンジェルスは。葉月、おとなしく帰れ。記者、葉月、お前のために言って。マッドエンジェルス。葉月、これ以上。何個会話の種類があった。葉月、おとなしく帰れ。帰ります。もうそれならもう帰るよ。半切れ、半切れ。ただもう家に帰れるかどうかの瀬戸際だな、時間的にな。もう帰る、帰るよ。わざわざ来てやったのにさ、その冷たい対応をしちゃってさ。こっから帰るの大変なんだぞ。方向が、道がわからん。はい、もう迷子だし。
あんな冷たい対応することないよね。最後まで送り届けてほしいよな。もう帰れないもん。ここまで来るのが大変だったから。こっちか、明るい方に行けばいいか。こんな迷わずに帰れないよ。あ、よかった。もう帰れんかと思った。別にイベントがあるわけじゃないな。9時6分。お、マイクに手が当たってしまった。そろそろ帰るか。本当だよ。間に合うか？門限まで。ちょっと時間使いすぎたな。バイク野郎とかにも会えんかったし。なんもない。なんもないパートでしたね。なんかありそうな感じはあったけど何もなかった。前回がひどすぎた。これ15分時間潰さんと。今日何曜日？金曜日。ああ、時間同じか。日曜日と土曜日が、土曜日が45分で、日曜祝日も45分なのね。なるほど。間に合うかな、お家帰るの。見てる、いろいろ見てる。タイムアタックだね。タイムアタックだね。ヒネさんに小言を言われんように早く帰らんと。マークの弟のこととか全然覚えてないよ。あ、入り口のところからお金払って乗るんだ。あれ？そうだっけ？バイパスって。先乗り運賃みたいな。え？降りるときに払うでしょ、バスって。そうでもないんかな？地域的なもの？どこまで行くかわからんやんね。全部決まってんのかな？一律料金みたいなことなんでしょうか。どこまで行っても料金お値段同じ。この流れで龍が如くとかやったら受けないな。もうこのなぜこのところに田島が。おい、田島か。話しかけてきた向こうから。どうした田島、どうかしたのか。どうかしたのか。のぞみの様子がおかしいのよ。ほう、おかしい。おかしい。うん、今桜ヶ丘公園にいるんだけど。桜ヶ丘公園。さすがの私も声かけられなくて。葉月、行ってあげてよ。ああ気のねえ返事。行くよ。そしたら桜ヶ丘公園に目を見よう。田島の話がつながっている。トム来るの早いな。桜ヶ丘公園っていうのは、こっち側から行った奥のところもあれだね。とりあえず、ここにいるかどうか確認して、いいえな。すいません、おばあさん。すいません。のぞみさんはどこ？ダメだ、このおばあさんボケてやがる。そうですか。じゃあまた。今のおっさんどっかで見たな。後ろ姿。あ、バイク屋のおじいさんだ。後ろ姿だけで人がわかる。こっから登ったところにある右手にあるやつが桜ヶ丘公園だよな。確か桜ヶ丘に公園はあそこしかないしね。雪結構積もってるな。強制イベントだった。寒いぞ。
寒いぞ、めっちゃ寒いぞ。原崎、下寒いぞ。どうしたんだ、どうしたんだ。ちょっと泣いてたのか。みっともないとこ見られちゃった。揉めてんのか、お母さんと。うん、母がこっちに残るから私に向こうへ行くようにって言うの。そうか。母にとっては実家だし、おばあちゃんが心配なら自分がここに残るって言うのよ。原崎はお父さんのとこへは行きたくないのか。そんなことない、ただ葉月くんのそば離れたくないだけ。どうせ葉月は。俺は香港に行くぞ。お願い、少しだけ私のそばにいて。惚れてますな。ベタ惚れしてますな。クリスマス終わっちゃったね。ああ、バイト三昧の日々だった。ああ。ケーキ一緒に食べ損なっちゃった。ああ。ああ。大事なイブの思い出にしようと思ってたのに。そうだったのか。せめてよ。原崎。せめてそういう予定を入れてくれ。約束をしようじゃないか。泣きそうな顔しとるな。しばらくこのままでいさせて。ああ、このまま時間が止まるといい。ハイローズで青春。姫リンゴの実もぎってかじる、ひどくスーパーイ。あら、帰っちゃった。もうちょっとなんかなかったか。帰っちゃったか。帰っちゃったし、もう出られんし。足技ちょっとダメだな。モーション大きい割に威力そんなないし。ここまでか。このまま時間が止まればいいのになみたいな、ハイローズの青春ってそんな歌詞だったような気がする。青春ですね。さあ、やりました。やりましたってなんだよ。もうちょっとおぼつかねえわ。なんかこんなスパッと終わると思ってなかった。終わる気分がしてなかった。だが終わりだ。パート40、パート46だっけ？おぼつかねえな数字がな。43の次だから、43の44の45の46、パート46。何本まとめ撮りしてるか分かっちまうな。パート46終わりです。ここまでにします。ほな、次のパート47、またバイトしてそんな回だな。なんか原崎ともうちょっとなんか親密になりたかったな。せめてこう横に座るだけじゃなくてさ、せめてこうなんか抱きしめるぐらいしてもいいんじゃねえかと思うけどな。高校生だからかしちゃいけないのか、不純異性行為になっちゃうのか。なんか原崎かわいそすぎないかという気が俺はしてしまうんですけど、そうでもないんですかね。あんなもんなんですかね、モテる男は。そんなもんなんですかね。あーとか言っとけばいいんかな。いいな、羨ましいな。はい、じゃあこんなところで、ほんなまた次の動画で会いましょう。